先ほど、県の新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催をいたしまして、福岡コロナ特別警報の発動を決定いたしました。まず、この現在のです、ね、本県における感染状況についてご説明をしたいと思います。 こちらのグラフでございますが新規陽性者数これは昨日過去最多の1万752人となりまして初めて1万人を上回ったところでございます本日はさらに増加をし1万2155人となりました地域的にも県内全域で感染が拡大をしておりましてまさに 第七波のただ中にあると考えております。年代別に見ますと、直近一週間では20歳未満が全体の4割を占める傾向が続いておりまして、保育所、幼稚園、学校のクラス閉鎖、また臨時休業が相次いでおります。県内のクラスターも増加傾向でありまして、今月に入り高齢者施設では32件。 6月は19件ででり、医療機関第6波でございました2月の,です、ね、この第6波のピークと比較をいたしますと60代以上の高齢者の方の割合は1割と現在は一割でございまして2月の段階ではこれが2割ありました。 また重症者数も二月の段階では二十人いらっしゃいましたが、現在は六人であります。また重症者の方と中等症者の方の合計。これも二月の段階は四百九十一人いらっしゃいましたが。現在は半数以下の二百十三人となっており、いずれも少ない状況にございます。感染拡大に伴いまして。 病床使用率や宿泊療養施設の稼働率は上昇いたしております。昨日時点では病床使用率は56.3%、宿泊療養施設、ホテルの稼働率は45.3%となっております。<coughs> まあ、このような状況をです、ね、福岡コロナ警報ので設定をいたしております各指標 ごとに見てみますと新規陽性者数の7日移動平均これは増加傾向が継続をいしております。それから病床使用率でございます。病床使用率は特別警報発動の目安であります50%を上回っております。しかしこの重症病床の使用率を見てみますと。 7月21日時点で2.7%と極めて低い水準で推移をいたしております先ほど申しましたが重症者数と中等症者数の合計これはコロナ警報の発動時は59名でございましたが7月21日時点では213人と増加をいたしておりますまたこのウイルスの 状態でですす。が、が <coughs> BA.5 系統の置き換わりが一段と進んいます、えー、国立感染症研究所の推計によりますと、今週時点では96%に到達をするということでございます。まあ、こういう状況でございます <coughs>。県ではこれまで6回の感染の波を経験する中で、県民の皆様の命と健康を守るための取り組みを 積み重ねてまいりますとともに、医療関係者の皆様のご協力のもと、医療提供体制を段階的に充実、強化してまいりました。引き続きまして、コロナ病床の増床、また、陽性と判明したときのトリアージを徹底することによる医療資源の効率的な運用、入院治療の必要のない軽症の方の早期退院や、 宿泊療養施設への入所、回復された患者の方の後方支援病院への転院の促進などによりまして、医療の逼迫を何としても回避してまいります。しかし、このまま感染の拡大傾向が収まらなければ、高齢者の皆さんなどを中心に、入院される方、重症となる方の増加が懸念をされます。 また、医療従事者の感染が拡大することによりまして、医療への負荷が極めて大きくなる恐れもございます。本県では7月6日にコロナ警報を発動しまして、県民事業者の皆様に感染防止対策の徹底をお願いをしてまいりました。 感染防止対策の徹底と今後とも医療提供体制を確保していくため、専門家の皆さんのご意見や市町村との協議を踏まえ、総合的に判断をし、本日福岡コロナ特別警報を発出いたしました。ただし、感染症は感染性は高いものの重症化しにくいというオミクロン株の特性、また 現段階では行動規制を行わないという国の新型コロナウイルス感染症対策本部で決定されました基本的な考え方こういったものを踏まえまして今後も感染防止対策を徹底しつつ社会経済活動学校教育活動との両立を図っていくため現段階では 県民事業者の皆様に対する行動制限を行う要請は行わないことといたします。これ福岡コロナ特別警報という見出しでございますが、夏休みに入りました。これからお盆も控えておりますが、これまで以上にですね、人と人との接触機会が増えることが想定されます。 こういった中で、県民の皆様に最大限の <coughs> 警戒感を持って、感染防止対策を徹底していただきますとともに、可能な範囲で医療への負荷をかけないような行動を取っていただきますよう、お願いを申し上げます。県は県民の皆様の命と健康を守るために、引き続き医療提供体制の充実、強化に全力を挙げてまいります。 皆様と力を合わせて、社会全体で、この難局を乗り切っていきたいと思います。この、県の具体的な取り組みについて、ご説明を申し上げます。まず、高齢者を守るための取り組みでございます。重症化リスクの高い、高齢者の皆様の命を守る対策に、重点を置いて、取り組んでまいります。 市町村と連携したワクチンの4回目接種を促進いたします。高齢者施設の職員の皆さまの検査について、これまで週1回 pcr 検査でございましたが、これを8月から週2回の抗原定性検査に強化いたします。高齢者施設の感染拡大防止を指導するための医師看護師を派遣する体制を強化してまいります。 現在までこの登録数十五人でございましたが、八十一人に七月十五日から増強いたしております。次に高齢者施設で療養される方のために医師看護師の方を派遣をして往診を行います。登録いただいております医療機関の数は九十三となっております。それから健康観察につきまして。 65歳未満で基礎疾患のない方への連絡方法を電話から SMS ショートメッセージサービスに変更いたしまして重症化リスクの高い高齢者の皆さんに対する健康観察に重点化を図ってまいります。これは7月13日からすでに開始いたしております。次にワクチンの接種でございます。医療従事者の 皆様それから高齢者施設等の従事者の皆様への4回目の接種につきましては、市町村と連携して速やかに接種を進めてまいることといたします。この点については国においても決定をされました。3回目接種に関しましては、県ではノババックス製ワクチンの接種会場を天神博多北九州の3カ所に設置をいたしております。 このうち博多会場におきましては、設置期間を8月13日まで延長して接種を実施いたします。この延長期間中は、予約なしでも接種を受け付けます。次に無料検査でございます。感染について不安を感じていらっしゃる無症状の方を対象とした無料検査、これは県内569カ所の検査所における検査。 この体制を継続してまいります。これに加えまして、お盆の期間中、主要な駅、空港において検査を受けていただけますよう、8月5日から18日までの間、臨時の検査所を設置いたします。詳細につきましては、改めてお知らせいたします。それから、病床の確保につきまして、先ほども申しましたが、陽性と判明したときのトリアージ、 <laughs> をさらに徹底をしてまいります。また入院が必要な方が確実に入院できますよう、病床確保計画のフェーズを四から最上位の五に引き上げまして、底層病床をこれまで千二百九十五床でございましたが、千六百八十一床に増床をしております。さらにこのコロナ対応病床を増やしますため。 すべてのの医療機関に対し、しコロナ病床の増床増を要請いたしました、また、コロナ病床を効率的に運用するため、回復した患者の後方支援病院への転院促進などを、関係医療機関に要請を行いました。休日夜間においても、重症化リスクの高い症状のある方ですね、有症状の方が受診できる体制。 この整備を図ってままいりますそれから宿泊療養施設、いわゆるホテルにつきましては、7月28日に休止しておりました最後の1つのホテル、これを再開をいたします。これによりまして、受け入れ可能数は2432室となります。次に、県民事業者の皆様に対するお願いでございます。 県民事業者の皆様におかれましては、より一層の感染防止対策の徹底と、医療を守るためにご協力を何卒よろしくお願いを申し上げます。まず、基本的感染防止対策の徹底でございます。ワクチンを打った方も含め、マスクを正しく着用していただく、手指の消毒を行っていただく、三つの密の回避に努めていただく、 そして換気など基本的な感染防止対策の徹底をお願いいたします。特に換気につきましてはですね、エアロゾル感染を防ぐためにエアコン使用中であっても十分な換気を行っていただきますようによろしくお願いいたします。これはご自宅であってもまた飲食店等の宴会場等におきましてもですね、徹底をお願いしたいと思います。それから。 会食や会合にあたりましては、あまあ、人が集まる場所にです、ね、参加される場合ということでございます。人と人との距離をしっかりと確保する、大声を出すなど、感染リスクが高まる行動は控える、よろしくお願いをしたいと思います。そして、外食をされるときは、県の感染防止認証店など、業種別ガイドラインをしっかりと守っていただいている飲食店を利用してください。 それから発熱等の症状がある場合、あるいはその、まあ、だるいなと、倦怠感を倦怠感を感じる場合などがあると思います。いずれにしても、少しでも体調が悪いなと感じた場合は、外出を控えてください、そして医療機関の受診を検討していただきたいと思います。それから、無料検査、先ほどど申しましまたように、えー、熱ななの症状がない、 で,でも感染不安を感じる、あるいは盆の里帰り、あるいは旅行、会食、こういった予定があると、こういった方は、先ほども申しましたような569か所の無料検査場を活用していただきたいと思います。特にです、ね、里帰りなどでお年寄り、おじいちゃん、おばあちゃん、高齢者の皆さんと会われる場合も増えると思います。 自宅の屋内であっても、マスクを着用していただく、あるいは窓を開けて換気を徹底していただく、こまめに行っていただくなど、感染防止対策を徹底して、おじいちゃん、おばあちゃんを守っていただきたいと思います。それかかららワクチン接接種種でございます3回目のの月が経過した高齢者などの皆様には 早めの4回目の接種の検討をお願いをいたします。すでに接種券がお手元に届いておる方も多いと思います早めの4回目の接種をご検討ください。また、若い皆さんのですね。3回目の接種依然として低い状況にあります。低い水準にとどまっております感染による重症化、あるいは後遺症こういったものから。 自らを守るためにも、3回目の接種がまだお済みでない皆様は、早めの接種をご検討ください。次に、県民の皆様に、この医療をひっ迫させない、医療を守るための協力をお願いするところでございます。 今、夜間休日の救急外来の受診者が急増いたしまして検査診察までに長時間の待機を要しております、えー、子どもさんや高齢者基礎疾患を有する方の診療が困難な状況も生まれております、えー、軽い発熱でありますとか咳、喉のの痛みといった軽度の症状の方で近日あ平日の <laughs> 日中に 受診が可能な方は、お近くの診療検査、医療機関の受診をお願いをいたします。また、コロナが疑われる方で救急車をですね。予防かどうしようかと迷う迷われる場合もあると思います。こういった時は119番を。通報する前にですね。まずえ、24時間対応の受診相談センターがございます。 こちらで看護師が対応いたしますので、お電話の上、ご相談をいただきたいと思います。それから自宅療養についてでございますが、このような感染される方が増えておるということで、自宅で療養される方も増えてきております。ご自自身が陽性となり、自宅療養する場合に備えまして、日頃から解熱剤、 あるいは、食料・日用品などの備蓄をお願いをいたします。自宅療養中に、もし症状が悪化した場合、この場合は、平日の日中は保健所にご連絡ください。また、休日夜間は専用ダイヤルにご連絡をいただきたいと思います。また、保健所から先ほど来申し上ますように、ショートメッセージサービスにより、まして療養上の留意事項の連絡等が届いた場合は、 ごご面倒でも、必ずメッセージをご確認いたただきたいと思います次に事業者の皆様、まあ、飲食店の皆様と書いておりますが、えー、事業者の皆様への要請でございます。えー、改めてです、ね、業種別のガイドラインを確認していただきまして、それを遵守をお願いいたします。特に先ほどから繰り返し申しておりますが、今の季節、えー、窓を開けると暑いと。 お客さんから言われることもあるかもしれませんが、エアコンの使用で窓を閉め切ってしまうようなことのないように、換気の徹底をお願いをいたします。それから、イベントの問題でございますが、お祭りでありますとか、コンサート等、イベントを主催される方は、 規模その規模、内容によりまして、感染防止安全計画、または感染防止策のチェックリストを作成していただき、実施にあたりましては、換気の徹底、また来場者される方の密集を回避するなど、感染防止対策を着実に実施していただきますようにお願いをいたします。 事業者の皆様と力を合わせて。このコロナとの戦いに打ち勝ってまいりましょう。皆様方のご理解とご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。私からは以上でございます。